こんにちは。今日のニュースです。チョグク氏の任命について皆さんどうお考えですか？これは誰もが馬鹿げた判断と思ったかもしれませんが、ムンジェインにとって大胆かつ正しい判断と言えるのではないでしょうか。今回は法相任命を強行した理由について考えてみました。最後までご覧いただけたら嬉しいです。法相任命を強行した理由、例えばチョグク氏の任命を見送っていたら、ムン大統領には二重の痛手となっていたでしょう。第一に、野党保守派の攻撃に屈したことになり、彼らを勢いづかせてしまう可能性があったと考えられます。第二に、検察に屈することになり、今後も検察の政権への追及が強まる可能性が強まります。ムン大統領がチョグク氏を任命しなければならなかった理由はここにあると言えます。一方で、チョグク氏任命により世論の反発が大きくなり、かつてのろうそくデモのようなことになれば元も子もないのですが、そのためムンジェイン政権は世論の動向を注意深く観察していると思います。今回の発言も慎重さを感じます。チョグク氏の11時間に及ぶ記者会見後の世論調査で、任命賛成が 46.1% に上昇したと報じられた。また記者会見を視聴したとする回答者について、任命賛成は 53.4%、 任命反対は 45.7% で、賛成が 7.7 ポイント上回った結果になった。この世論調査の数字を見て政権は自信を得たと思われる。疑惑があるにもかかわらず、我々が思っている以上に渓谷国民はチョグク氏に反発していないということが世論調査の数字からもわかる。自由韓国党は、ジーソミア破棄はチョグクのために祖国チョグクを捨てたなどというつまらない語呂合わせで批判を強めているが、そもそもバルゲイン共産主義者にとって祖国などどうでも良いことだ。保守野党は、せっかくのチャンスを生かしきれていないばかりか追及が甘すぎて、逆にチョグク氏に同情が集まることになっている。6日のチョグク氏人事聴聞会でも根回し不足で、決定的な証拠証言を提示することもできなかった。保守派は、汚職や癒着の過去があり、何を言っても説得力がないということもある。ムンジェインはこうした状況を見極めながら、チョグク氏任命を押し通した方が大局的に自分たちの利益になると判断した。その判断は間違ってはいないし、実に腹の据わった決断でもある。ご視聴ありがとうございました。チャンネル登録もお願いします。またね。